皆さん、こんにちは。レクセに講師、弁理士の納富です。今日は論文実践答練の開講前ということで、論文実践答練を、使って論文の、実力をですね、高めていく方法について、少しお話ししたいと思います。まず、論文実践答練なんですけれども、年明けから、3ヶ月かけて、まあ、全12回ですね。で、一つのクールの中に、特異小の、すべての科目が入っているので、まあ、担当受験される方はね、例えば、ワンクールだけ受けたいとか、ツークールだけ受けたいとか、まあ、そういった、まあ、早めにね、担当にこう、切り替えていきたいという方でも、すべての科目をね、まんべんなく受けられるという特徴がありますので、よくね、商標が最後に来る答練だと、商標だけちょっと弱いとか、受けきれなくて終わってしまったっていうことが、聞かれるんですけれども、まあ、それがないようにですね、どの時期に、この実践答練をやめても、すべての科目をまんべんなく受けられるというのが、まあ、一つ特徴になっています。で、あとは、まあ、何と言ってもですね、受験会で一番大きい答練になりますので、まあ、相対評価である論文試験は点数よりも順位が大事ですから、まあ、その目安にね、なりやすいっていうのがありますよね。10人とか20人しか受けないような、そのゼミとか答練の中でだと、なかなかその順位が当てにならないっていうことがあるじゃないですか。まあ、それがね、やっぱり、実践答練だと、なかなか、そうですね。その順位というところで、まあね、こうなかなかその人数も多いから、その一桁の順位を取るというのもね、大変だと思うんですけれども、まあ、目安としては大体20%から25%くらいまでに、コンスタントに入ることができれば、まあ、大体合格のめどがつくというふうになりますので、そういったところをちょっと目標にですね、実践答練受けていただければなというふうに思います。で、今日お話ししたいことですが、ちょっと簡単なレジュメで、共有したいと思いますが、ちょっとお待ちくださいね。はい。こちらの、まあ、レジュメをね、ちょっと使いながら見ていこうかなと思いますが、まず、まあ、実践答練ですね、いろんな先生が、解説されると思うんですけれども、私、少なくともね、私のクラスで、まあ、目指す答案というか、目指す、実践答練を含めた、勉強法の方針ということですね。それをこう三つちょっとお話したいと思います。まず一つは、まあ、これちょっと格言みたいな感じなんですけど、楽は苦の種、苦は楽の種っていう言葉があります。まあ、なんとなくね、こう、言葉の意味から、趣旨取れると思うんですけれども、今楽すると、まあ、苦労しますよと。で、今苦労すると、それは将来楽になりますよっていうようなことなんですね。で、論文対策というのは、まさしく、この格言に詰められている通りだと私は思っていまして、論文って、まあ、なかなか一番最初の勉強、弁理士試験を、弁理士試験対策をね、こう始めたときに、論文の勉強からって入らないじゃないですか。どのコースを取ったとしても、どの予備校のコースを取ったとしても、まずその基礎的なインプットの講座から入ると思うんですよね。で、その上でそれがある程度整ったら、論文の講座に入ると。例えば1年合格ベーシックスコースだと、入門講座がある程度メドがついた頃に論文基礎力完成講座というものの開講があって、で、答練なんかはもともと後になりますね。ゼミとか答練の開講っていうの。で、それはなぜかというと、論文っていうのは、やっぱもちろん書き方っていうものも学ばなければいけないんだけれども、何を書かなきゃいけないか、いわゆる材料になるものっていうものを持ち合わせなければ、まあ、何書いていいかわからないわけですよね。書くことがないというか。ですから、まずはインプットをして、で、それがある程度整ったら、それを使ってアウトプットをしていくという、2ステージというか、ステップを踏んで論文の勉強になりますので、
まずはきちんとインプットをするっていうところが大事になるわけですね。で、そこをしっかりしないままに、書くことばっかりをですね、重ねても、おそらく書けるようにはならないですし、で、その書くものについても、きちんとその今の本試験に沿った形でね、基本問題も出るし、事例解決問題も出るし、で、措置問題も出るし、で、判例の論述形も出るし、で、全治などの手続きの流れも出るしということで、今の本試験は大体ね、大きく書くと5つですね、型があるんですよね。で、それに応じた勉強をやっぱりやっておかないと、なんとなく論文の勉強をしているつもり、なんとなく、ね、100通、200通書きましたっていうんでは、おそらくなかなか安定した点数を取れるようにはならないというふうに思います。ですから、まずはその準備段階というかね、そういったところの、苦は楽の種ですね。それがしっかりできていれば、その後の答練、ね、アウトプットというのは楽になりますよということが言えるんですね。で、次に、次のテーマのところですけれど、二つ目に方程式を使うっていうのは、まあ、いわゆるそのやり方をちゃんと、固めていきましょうっていうことなんですけど、例えば措置問題対策や、論述系、手続き系っていうふうに、まあ、すっごいざっくり分けたときにですね。で、あとはまあ、事案解決系かな。1、2、3、4つに分けたときに、やっぱり、どんな準備をしておくかっていうことも変わってくるんですよね。で、そういったところをやっぱり、踏まえて、事案解決系っていうのは、例えば肉の2に当たるかどうかとか、想定される拒絶理由について説明せよとか、そういう問題ですけれども、担当知識がほぼですね。もちろんその答えだけ書いて合格答案ではなくて、その答えに至るプロセスも書いていかなければいけないけれども、ただ間違うか間違わないってことが一番大事なので、まあ、解決できるかどうかってことは担当知識の問題ですから、まあ、担当の勉強ほぼほぼこう占める感じになります。だから担当の点数がしっかりしている人ほどやっぱこれは強いはずですね。で、措置問題はやっぱり措置問題対策チェックリストを使って消去法でやっていくと、答案構成が全てだと思いますので、まあその辺のプロセスをきちんと組めるようにするってことが大事ですね。で、論述系はまあ、まさしくこれはもうインプットだと思います。判例集だったりとか、まあ、論点だったりとかね、そういったところの論述を要する問題なので、やはりここはですね、インプットが非常に強いと思います。で、次に手続き系ですが、これも担当知識が結構多くを占める系統の問題ですけれども、前置審査だと審査基準の中にある、フローチャートありますよね。で、無効審判とかでも基本フローっていうのが審判便欄にありますから、そういったフローチャートを使いながら白紙の用紙に大体再現できるか。大まかでいいので大体再現できるか。で、再現できないとやっぱり流れがちゃんと分かってないってことだから、流れ書けって言われた時にやっぱ書けないわけでしょ。ですからやっぱりね、ここも大きな準備が必要なんですよね。だから、担当的な準備はもちろんこれ必要だし、で、あとこういう構成のプロセスの準備が必要なもの。で、完全にこれもインプットがね、すべてのもの。で、手続きもやっぱり大枠の流れですね、インプットが準備する必要があるもの。そういったところを踏まえて、きちんと準備をしておくと。あと答案構成もそれなりにやっぱりこうやり方が違うので、その辺のこの準備がきちんとできてるかっていうことが問題になるかなと思います。で、その前提としてもちろん何聞かれてるかっていう大把握がね、できなきゃいけなくて、で、まあパターン2つ書いてあるんですよね。狭く取りすぎる人っていうのは言葉の反応力が弱い、つまり知識力が弱いってことですね。で、広く取りすぎる人は、何を聞かれてるかっていう直接事項と、聞かれてないんだけど書いてもいいよっていう間接事項との区別がついてない。いうところがあるので、まあ、この辺は実際、実践答練などのですね、その論文の問題に当たりながら、その広すぎる人は区別をつけていく必要がありますね。
で、狭すぎる人はどっちかっていうと、論文の問題を解きすぎるよりも、事前のインプット力が弱いので、やっぱり一生懸命インプットするべきなんで、対策がね、結構真逆なんですよね。だから大把握弱いんですって言っても、結局狭いのか広いのかで、弱さっていうものに応じた勉強法が違ってくるから、自分がどっちなのかってことをきちんと見極めて、で、その上でやっぱり必要な対策を取っていかなければ大把握ができないし、で、大把握ができないってことになると、それに応じた答案構成に影響してくるし、ということになりますよね。ですから、きちんとこの方程式っていう言い方をしてますけど、やっぱり措置問題だったらチェックリストを使うとか、論述系だったら、その論文のフローチャートね、私は答案構成の中でそのフローチャートを作りながら構成をしていきますから、そういったこうやり方っていうものをちゃんと定めて、で、それを使っていくっていうことですね、方程式を使う。で、3つ目に逆算的に勉強するっていうのがありますが、この逆算的にっていうのは必要に応じてインプットをしておくっていうことです。だからこの3のところにちょっとつながってくるんですけれども、これ、ちょっとずれてますね。インプットをしてから基本的にこのアウトプット答練を受けるっていうことがその準備なんだよって話を、この1のところ、楽は苦の種、苦は楽の種っていう話をしました。で、この知識のメンテナンスっていうのは、今度実際受けた後の処理っていうことなんですけど、やっぱり書けなかったよっていうところとか、不十分だったよっていうところが、答練を受けるとわかるんですよね。で、それの深さに応じた、広さに応じたインプットをしていくってことで、まずインからアウトに来るんだけど、今度アウトで終わるんじゃなくて、アウトで今度インにまたやると、戻るということが、この三つ目ですね。これが必要なんですよね。で、そうすることで、やっぱりその必要に応じた勉強ができるから、無駄なことがない。また一から全部やるっていうことになると、もうできてることもまたやることになりますよね。で、そういう勉強やっぱり無駄なので、ちゃんとアウトプットをして、必要に応じたインプットをしていくっていうことを、心がけていただければいいのかなと思います。そして、論文対策について必要なアイテムについてちょっとお話をしたいと思いますね。もちろん条文集必要です。で、あとはその基本レシュメですね。基本レシュメは、言い方によってっていうか、呼び方がその講座とかお持ちのもので違うと思うんですけど、いわゆる、こう、趣旨から始まって、法上の効果なんかでこう終わる一つのテーマに応じてこうまとめたものですよね。それ、基本レジュメというふうに受験会で呼んでいますが、そうですね。一番最初に皆さんが、手に入れられる基本レジュメとしては、論文基礎力完成講座のテキストかな。あれが多分ね、第1問とか第2問っていうような言い方をしてるんですけど、別に問題として捉えなくて大丈夫なので、あれを基本レジュメとしたら、7問目と8問目が事例問題だから、1から6番目までですね、各回の。それが基本レジュメですよね。あれが一番最初に手に入れる基本レジュメかな。その後、中小企業講座を受けてない人とかだと、それが、使えるアイテムということになりますね。で、一番、望ましいのは、私のクラス、中上級の論文合格力、合格答案完成講座で使っている、N フィリングシートですね。で、実際講義で理解するために、大きい方を使っていますけれども、実際インプットしなきゃいけない、各材料として準備するには、ミニの方で十分かと思うので、フィリングシートミニの方で、インプットをですね、していただければいいかなと思いますね。で、ちょっとその短すぎてわからないわとか、理由がわからないわっていう時に、そのミニじゃない方、大きい方ですね。あれをこう、ちょっと辞書的に引くような形で使うのが、理想的なのかなと思いますね。で、あとは、青本なんですけど、判例集かな？先に判例集を、っていう話でしたっけ？判例集、青本が先に持ってきてるかな？ここら辺はもう同等でいいと思うんですけど、
青本は全部を読み込む必要はなくて、この特に私の講座の N フィリングシートの大きいバージョンだと、かなりこれ網羅できちゃってるので、不要なんですよね。はっきり言っちゃうと。で、読み物的に、当然書いてあるから、実証的にわかんないときにちょっと引くみたいな感じでいいと思いますから、あんまりこれをね、重たく扱いすぎると、破綻してしまう。長くかかりますよ、合格までに。ですから、やっぱりそのまとめたものでサクッとインプットをしてアウトプットに移行するっていうのがいいので、あんまり3番は重たく考えない方がいいかなと思います。で、私、4を3にしたかなってちょっと思ってたぐらい、判例の方が今大事かもしれない。で、特に来年の方針考えた時には判例出ると思いますから、なので、判例集ですね、これも講座の中で使っていたもので十分なので、これをちょっとね、インプット。で、特に、なんていうんですかね、片っ端からやるんじゃなくて、やっぱりその講座で扱ってたものとか、ランク付けされていたら、そのランクに応じてやっていくと。で、1日、何個とかっていうやり方でもいいけれど、どっちかっていうと、トーレンとか講座の中で扱ったものをその復習としてやるっていうことの方がいいのかなと思いますから、あんまりその片っ端から一番からやるみたいなやり方をしないようにしてください。で、次に、審査基準、便覧というところですが、これはもう本当にトーレンベースで、トーレンで出たところを手当てするという形でいいと思いますから、もうくれぐれもですけど、片っ端からやるっていうことがないようにしてください。ほぼ出ませんからね。で、最後に、基本書っていうのは、どうですかね。それもほとんどね、私の講座で N フィリングシートとか持っていれば、もうそこで網羅しちゃってるんで、別途読む必要はもう全くないと思いますね。で、お持ちじゃなくて、ちょっと簡単な論文の講座のテキストしかないんですっていうことであればね、今だとそうですよね。予習不足とか出ないから、特許でね、そういう論点から出るってことはないんですよね。基本書にしか書いてないことから出るってことないんですよ。あるとしたら商標法アミノとか、その程度出るとしてもね。だけども、アミノ先生のね、商標を読もうと思うと、相当な労力なんですよ。だからもう本当に優先順位としては、結構下だと思います。なので、もう放っておいてもいいかもっていうぐらいですね。だから、私の方でも、そこは最下位に持ってきてるはずなんですよね。だから、そんなに、あんまり重要視しないではいただきたいというふうに思いますね。で、最後のポイントのところに書いてあるのは、じゃあ実践トレーニングを受けてですね、どうやっていくのかってことなんですけど、ポイントになるのは2つで、1つはトレーニングを正しく受けて正しく復習すると。で、その正しく復習する中で、担当の勉強を徐々に始めていくっていうところが、大事かなと。要は、ロームの勉強しながらも担当対策も抜かりなくやるし、で、論文の勉強をしつつ担当フォローしないと、免除の方やられるよっていうことですね。免除の方はね、本当に、やっぱり結構受かりにくいと思った方がいいと思います。受かりやすいと思ってる人多いと思うんですよ。論文の勉強しかしないから。でも、実際やっぱりね、合格率とか見ても、担当受かった年が一番受かりやすいんですよ。ピークにあるんですよ。で、免除になるってことは、そこ過ぎてから論文の勉強、論文試験を受けるってことだから、やっぱその下がった知識力を回復する、もしくはそれで受からなかったんだから、上げていくぐらいの努力をしないと、受からないです。ですので、トーレンの復習法の中に、必ず条文読むことだったりとか、あと担当の過去問を解くことだったりとか、そういう対策をですね、担当対策をですね、入れていくってことは必要かなと思います。具体的にちょっと使い方を見ていきますが、まずトーレンで書き込みを行いますよね。で、解説講義がついてますね、実践トーレンは聞きます。で、解説講義ちゃんと聞いてくださいね。解いて、で、特に通信の方ね、今、生クラスの方で書いてそのまま解説
聞かずに帰るっていう方、その日に用事が、ね、ないのに帰るっていう方、いらっしゃらないと思うんですけど、通信の方は、たまにね、あるみたいです。質問が、ウェブ上でできるシステム使える人いるでしょ？その自分のちょっと申し込み形態とかにもよるし、何の講座で、受けてるかにもよると思うんだけど、教えてチューターっていうのが、質問を受けるコーナーなんですよね。で、そこにね、質問を受けて、で、その質問を受けてくれる先生がいらっしゃるんですけど、で、そこに投げられた質問がたまに、その方がわからないことだったり、私が講座で、言ったこととか、まあ、いろいろね、こっちにも流れることがあるってことですよ。で、その時に、いや、講義で言ったんだけどっていうようなことが結構あるんですよ。聞いてないでしょっていうね、バレてるっていう。講義聞いてないでしょっていうね、そういうのがたまにありますよ。ですから、やっぱりね、解説講義を聞いていただきたい。これをね、しっかり、やっていただくことで、ちゃんと身になること思いますから、無駄なことをね、言うこともあるかもしれないけど、基本的には大事なことを言ってるので、ぜひ聞いていただきたいですね。で、今度帰宅してからのチェック事項なんだけれども、これ手元に答案があった方がいいので、まあ、提出する前にできればコピー取っといた方がいいかな。本校の近くに、どの本校でも多分コンビニくらいはあると思うので、コピーを取って提出するっていうふうにね、したらいいと思います。で、特に、終わってから休み時間の間に回収されると思うんですけど、答練時間をいっぱい使うようだと、本試だと厳しくなると思います、時間が。やっぱ5分、10分余らせるような答練の受け方をしないと、本試験はね、やっぱり通常よりも慎重になるし、時間かかりますから、本試験で時間切れってことになりかねないので、なんでまあ5分10分ちょっと早めに終わってコピーサクッと取って、で、休み時間の提出に間に合わせるというふうにしたらいいかなと思うんですね。で、そうすると、まあコピーをが手元にありながら解説も聞けるし、お家に帰ってから復習もしやすいじゃないですか。で、落とした項目とか書きすぎた項目がないかどうかのその、誤差を見るんですよね。で、その差分を出して、で、なんでそうなったのかと、理解ができてなかったのか、大把握がまずかったのかとか、まあ、そういうちょっとチェックをするんですよね。で、それに応じた知識のメンテナンスや関連事項とかテーマを拾います。で、この関連事項、テーマの拾い方で、やっぱりその復習の幅が違ってくるので、例えば肉の2聞かれても39時もやっておくとか、で、黒湯聞かれてもパリ湯だったらどうかっていうところまでやっておくとか、多方域だったらどうかっていうところまでやっておくとかね。関連するようで、まあ、しないことも今は言った中にありますけど、だけど、やっぱりそういうふうに、ちょっと面の幅をね、広げることで、やっぱり効率的な勉強につながっていくので、まあそういうふうにしたらいいと思いますね。で、その後まあそうこうしてるうちに答案返却の時期が来ますから、今ウェブ上で返ってくるのかな？紙で返ってこないので早いかな？で、答案返却があったら、まあ、振り返りの部分はないかとか、自分が意図した通りに採点者が理解してくれてるかとか、まあ、あとなぜその点数なのかですね。そのチェックを行うんですね。で、自分が意図した通りに採点者が理解してくれてるかってことが非常に大事で、で、自分は書いたつもりなのに、書いてないって判断されたりとか、で、自分は十分だと思ってるのに、当てはめ不十分ですっていうふうに書かれたりとかしたら、反抗心持っちゃダメですよ、ここで。いいですか？採点者がわからないってことは、試験の先生はもっとわからないかもしれないですよ。試験の先生は、ね、もちろん私もご尊敬申し上げてますし、ね、すごい先生たちばっかりだと思っています。自分の教え子も、含めてね。だけども、採点者、レックの採点者は、まだね、せいぜい合格2、3年くらいまでの人なんですよ。ほとんどが。だからまだ頭の中の知識も、割と最新のものに近いし、ね、受験生の方とそう変わらないぐらいの知識レベルで採点はしてくれてる。で、試験の先生方っていうのは、まあ、合格してね、そうですね、10年ぐらいでやる人もいるかもしれないけど、ほとんどはもっとです。で、実務されていたら皆さんの中でも実務されてる方はわかると思うんだけど、実務で使うことと試験で出ることって結構違うじゃないですか。で、特に商標なんかね、本音と建前の部分が結構あって、ね、学校ではこう習ったんだけど、みたいなこと結構ありますよね。
まあ、そういうものです。実務がいかにできるかっていう試験ではないので。ですから、やっぱり、そういう意味でね、その試験の先生方は、その実務界の方にどっぷりいらっしゃる先生方だから、その試験をするにあたって、やっぱり勉強はされてるみたいだし、で、まあ結構、その出典みたいなところはしっかり当たっておられるようです。だけども、まあ、レクの採点者に比べて答案は見慣れていないし、はるか昔に勉強されてきたっていう、そういう感じですから、レクの採点者で通じないんだったら、試験の先生はもっと通じないと思った方がいいと思います。もっとだから分かりやすく書いた方がいいと思います。ですから、そこで自分でこれでなんで分かんないのと思うんじゃなくて、あ、これで分かんないんだったらもうちょっと考えようかと。いうふうに、やっぱりね、こう、謙虚になるっていうことが、答練は大事ですよね。私も受験生の時はね、もう本当になんていうかね、こう、採点者に言っていきたいこととかいっぱいありましたよ。で、採点者ってペンネームでやるしね、本名もわかんないから、当然誰にも言っていけないんだけれども、意外に身近な人がやってたりとかするんですよね、これがね。で、本当にね、言っていきたいことなんていっぱいありましたけど、でもね、やっぱりその時に、私もトレーね、受けてた先生がおっしゃってたのは、まあ、自分の我を通していいことは絶対ないと。で、受かりたいんだったらもうここは従うしかないっていうことはもうね、ずっとおっしゃってましたよ。で、私もやっぱり合格してみて、で、多くの受講生をこう見てきて、それは絶対にあると思います。自分のやり方、我流で受かるってことは本当に稀。よっぽどね、採点者に恵まれたり、まあ、ね、運が良ければっていうことはあると思うんですけど、運がね、悪くて落ちるってことないから。やっぱり原因があって落ちますから、落ちるときはね。まあ、それを作らないっていうふうに、やっぱりすること。で、それはね、結構論文の場合は、その心持ちというか、そういう、なんていうかな。気持ち次第でね、すぐ受かる人っているんですよね。見てたらもったいないなと思う人ね、やっぱりいるんですよね。ですから、ちょっとね、しっかり今のところね、もう一回ちょっと画面共有出しますけど、今のところは、心にちょっと置いといてください。で、点数による考察、大体のことなんですけど、50点取れないってことは、重要な項目が落ちていたり、積極ミスを起こしていたりすることが多いかと思いますので、まあ、分かりやすいと思うんですね。で、分かりにくいのは50点から60点の人ですね。まあ、ここに上がってることが大体その原因じゃないかなと思うので、ちょっとまあ、その辺をチェックしていただいた上で、そしてもう一度解くと。ここですよね。やるかどうか。これが多分ね、大きく違ってくると思う。やっぱりミスをちゃんとチェックして、必要なインプットをして、もう一回解いたときに、こう、成功体験ができるじゃないですか。できるようになってるっていうことね。で、成功体験ができるから、また次に似たような問題が出たときに成功するんですけど、ふんふんとそうだったのかで終わって、成功体験を作らないと、おそらくね、ほとんどの方はまた同じことをやるんですよ。似たようなことを。だからまずね、成功体験を作るっていうところまでが答練の復習なので、まあそれをね、ちょっと頭に置いていただいて、実践答練を味わい尽くしていただきたいなと思います。12回ですからね、結構十分なんですよ。いろんなパターンに当たるし、いろんな知識に触れられるし、で、そのいろんな知識をさらにさっき言ったようにちょっと広くね、関連事項まで復習をすれば、かなりね、これは効果的な答練だと思います。で、今はまだね、私、全部の回の収録が終わっていないので、全部の問題を見てるわけではないんですけれども、まあまあ、骨のある問題も多いですから、しっかりね、本試験対策になるかと思いますので、しっかり受けていただいて、そしてしっかり復習をしていただいて、本試験にね、臨めるように、準備を万端に、ね、楽の種になるような苦労を、ぜひしていただきたいなというふうに思います。はい。では、今日はこれで私からの、
お話は以上です。皆さんお疲れ様でした。